皆さんこんにちは。ファンカラ代表のイカシャ3人組、スリビ変貌がお送りするラジオが始まりました。本日やるのはですね、フェスの投票です。はい、臨時ニュースが入ったみたいで、これですね、プラトゥーンハロウィンのフェスが行われるみたいで、フェスの告知がやってまいりました。で、今日は投票していきたいと思います。友達にするならゾンビ、骸骨、ゴーストということで、どれがいいかな。みんなの中で多分もう決まってると思うんですよ。で、友達になりたいのはなんだろう。うわ、悩むな。これちょっとゾンビは匂う気がし、やっぱ刺繍がすると臭い。で、骸骨は軽い。でもなんか見た目が怖いよね。で、ゴーストもさ、今この絵は可愛いんだけど、ゴースト自体は怖いんだよ。どうしよう。悩むマジで悩む。ゾンビは臭い。でもゾンビの人に臭いなんて言えない。で、骸骨は細い。ゴーストは怖いって言ったら、細い骸骨が一番じゃない？で、このサクッと決めるのがやっぱ男らしいと思うんだよね。ってことで、じゃあ、どうしようピンクの色で決めるか。俺は青とか紫が好き。ってことはゴーストだけど、この3つが並んだ時に、オレンジが一番見やすいと思うの。インクで。やっぱ明るい色だから一番。ハロウィンって言ったらこの色だしな。ハロウィンってことを考えると、オレンジだな。でもゾンビもな、ゾンビのいいとこ見つからないな。どうしよう。悩む。よっしゃ。かっこよく決めたわ。俺はね、この、骸骨にしました。骸骨です。骸骨にしたよ。